10年前彼女が死んだ。当時俺たちは高校3年生、同じ高校に通い同じ部活だった。野球部だった。俺と彼女は近所に住む幼なじみで、俺は小さな頃から野球が好きな両親に野球を吹き込まれた。だから俺といつも一緒にいた彼女も野球をするようになった。小学校に入り地元のチームに入って本格的に練習すると、彼女は俺よりも上手くなっていった。チームには他に女の子がいなかったけど、彼女も俺たちも気にせずに仲間として野球をした。彼女はピッチャーだった。中学校でも野球を続けて、もちろん試合にも出た。野球をしているにもかかわらず、背中まで髪を伸ばして、それを毎日きっちり結んで、日焼けしすぎないように毎日日焼け止めを塗り込んでいた。だから俺はいつも、そこまでして野球がしたいのかと聞いていた。その度に彼女は、ここまでするほど野球が好きなんだ、私に野球を教えてくれたのはマサトの親だから感謝してるよ、そしていつも最後に泣きそうになりながらこう言った。女の子が試合に出させてもらえるのは中学校までだから、今のうちに野球を楽しんでおかないと。女の子が公式試合に出させてもらえるのは中学までだった。俺たちは高校に入ると甲子園を目指すことになるけど、彼女にとって高校に入ることは野球から離れなければならないということだった。そして俺は彼女と付き合うことになった。彼女は高校に入ったら野球はやめると言っていた。俺たちは同じくらい頭が悪くて同じ高校を受けることになった。頭は良くないけれど野球が弱くない高校を選んだ。受験が近づくと彼女がやはり野球を続けてみると言い出した。試合に出させてもらえなくても野球は大好きだから練習だけでもやらせてもらうんだと。俺たちは無事高校に合格した。春休みは他の中学で同じ高校に受かった野球友達とその高校まで練習に通った。彼女は入部させてもらえるように必死で監督に頼んでいた。彼女は野球が上手で地元では有名だったけど、実際入部となるとやはりためらうものだ。彼女は春休み俺たちと毎日高校に通い監督に頼んでいた。それで監督も彼女を入部させてくれた。入学してからはきつく辛い練習が続いた。それでも彼女は必死になって頑張った。甲子園を目指しひたすら甲子園を目指した。だけど3年の夏彼女は死んだ。練習に来る時に事故に遭い目を覚まさないまま死んでしまった。グランドで練習をしていた俺たちはそれを聞いても信じられなかった。選手もマネージャーも監督もただただ驚くばかりだった。彼女はみんなから好かれていたから。俺は生まれて初めて声を上げて泣いた。彼女のお葬式が済んだ後、俺は彼女のお母さんに呼ばれた。彼女のお母さんは一通の手紙を俺に渡した。帰ってからそれを読んでみた。一行目には「マサト、お誕生日おめでとう」と書いてあった。そういえば1週間後は俺の誕生日だった。彼女が俺の誕生日に渡すつもりで書いた手紙だった。だから俺はそれをすぐ読まずに誕生日の日に読んだ。マサト、マサト、お誕生日おめでとう。また一つ年を取ったね。私本当にマサトに感謝してるよ。いつもありがとうね。私は行きたくても甲子園行けないからマサトが私を連れて行ってね。約束だよ。私高校で野球やめなくてよかった。続けてよかった。練習はきついけどいつか必ず報われるよね。大げさだけど人生で野球に出会えてよかった。野球大好きだから。でもマサトに出会えたことが何より一番よかった。大好きだよマサト。これからも一緒に頑張ろうね。千里。
より涙が止まらなかった。野球で忙しくて彼氏らしいことを何もしてあげられなかった。だけど3年の夏甲子園に行ったさ。彼女が笑っている気がしたよ。俺は今でも彼女を愛してる。よく読むと俺しか泣けないな笑い。泣きながらだから文章めちゃくちゃでごめんごめん。いかがでしたか。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。